皆さん卒業公演見てくださった方ありがとうございました。先ほど1時間前ぐらいに公演が終わったんですけれども、これからバカリズムさんの「オールナイトニッポンゴールド」日本放送でやっているラジオに出演させていただきます。これが、アデリング卒業して一発目のお仕事、卒業したばっかなんですけど一発目のお仕事なので頑張っていきたいと思います。すんごい眠いです今。頑張ります。